皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのは三菱鉛筆から2019年の10月頃に発売されました。こちらのプロパスウィンドウの全15色を紹介していきたいと思います。こちらなんですけども、従来製品と比べまして、極細字ですね。こちらに関して、プラペンシンを採用しておりまして、細かい字が書きやすくなっています。種類が全部で3種類ございまして、まずベーシックの5色、ライトカラー5色、スモークカラー5色、以上の全15色となっております。それでは個別に色のラインナップを見ていきたいと思います。まずベーシックカラーなんですけども、レッド、ピンク、グリーン、ブルー、ブラック、続いてライトカラー、ライトピンク、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー、ライトバイオレット、続いてスモークカラー、スモークレッド、スモークオレンジ、スモークグリーン、スモークブルー、スモークグレーとなっております。続いてノートを使って色見本を作っていきたいと思います。すべて5色ずつなんですけども、微妙に色のラインナップが違いまして、例えばベーシックですとレッド、ピンク、グリーン、ブルー、ブラックとなっているんですが、ライトに関してはレッドがなくてイエローがあったりですとか、スモークに関してはピンクがなくてオレンジとグレーがあります。それではベーシックから極細字、太字の順で書いていきたいと思います。ペン先なんですけども、こんな感じでですね、プラペンシンを使っています。続いてピンク、グリーン、ブルー、ブラック、ここからはライトカラーですね。まずはライトピンク。ライトイエロー。ライトグリーン。ライトブルー。ライトバイオレット、はい、ここからはスモークカラーで、はじめにスモークレッド、スモークオレンジ、スモークグリーン、スモークブルー、最後はスモークグレー。はい、ということでこんな感じの結果になりました。こちらをスクショなどをしていただければと思います。それぞれアップで見ていきたいと思います。まずはベーシックカラー、レッド、ピンク、グリーン、ブルー、ブラック。続いてライトカラーのライトピンク、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー、ライトバイオレット。最後がスモークカラーで、スモークレッド、スモークオレンジ、スモークグリーン、スモークブルー、スモークグレーとなっております。塗ってみた感想なんですけども、ライトカラーがですね、ものすごい薄い色になっています。通常の色をですね、水で少し薄めたかぐらいのものすごい薄い色なんですけども、手帳などに記載する際には目立たないので、ご自身の文字を邪魔せずにマーキングすることができるかと思います。ベーシックカラーはですね、とてもはっきりした色なので、より目立たせたい方にはおすすめで、最後のスモークカラーなんですけども、こちらは淡い色なので、マイルドライナーと少し似た感じの色味を感じます。特にこちらのスモークグレーなんかは色がかなり好きですね。はい、ということでこちらの中で好きな色を選ぶとしますと、ベーシックカラーのブルーとグリーンと、スモークカラーのスモークグレーが好きですね。ちなみに裏抜けなんですけども、はい、こんな感じでですね、全く裏抜けはしていないですね。2枚目に裏写り等も全くしていないです。ちなみに従来品と比べてみますと、はい、こちらが従来品なんですけども、細字の方が違くてですね、今回のプロパスウィンドウについてはプラペン仕様になっています。従来品の書き味なんですけども、こんな感じで音が鳴るのに対し、今回のプロパスウィンドウ、はい、こんな感じで音が鳴ります。
書いてる感触といたしましては、今回の新製品のプロバスウィンドウに関してはペン先がプラペンとなっていますので、書いた感じがですね少し滑らかになっています。従来品のプロバスウィンドウに関しては水性ペンのようにキュッキュッとなる感じで、今回の新製品に関してはサラサラと書ける印象です。ペンテルのノック式蛍光ペンハンディライン S を紹介していきたいと思います。こちら全6種類なんですけども、バイオレットだけ単品販売ということなので、とりあえずこちらの5色を紹介していきたいと思います。裏面を見ますとこういった形になっています。1本あたり150円プラス税ということなので、税込みで162円となっております。それでは早速中身を見ていきたいと思います。こちらの製品の特徴なんですけども、ペン先がノック式となっておりまして、キャップをする手間がないですね。こちらはトモエリバーの手帳の用紙なんですけども、試しにピンクで書いてみますと、こんな感じの発色で、発色が綺麗に出まして、裏写りがないですね。それではこちら5色の色味を見ていきたいと思います。まずピンクですね。続いてオレンジ。イエロー。スカイブルー。ライトグリーン。はい、こんな感じの色味になりました。画面では少し分かりづらいんですけども、オレンジとイエロー、こちらがかなり蛍光色っぽくて好きですね。ハンディラインがカートリッジ式となっておりまして、カートリッジだけ交換することもできるので非常に経済的ですね。対応カートリッジもこんな感じで書いてあります。ホームページを見て気づいたんですけども、ペン先を出した状態でこちらのクリップですね、こちらをノートなどに引っ掛ける際には引っ張ると思うんですけども、それだけでペン先を収納することもできます。ノートに挟む際にペンが収納できますので、とても安心設計となっております。はい、ということでこの動画は以上になります。ペンテルのノック式蛍光ペンハンディライン S ということで購入してみたんですけども、インクがカートリッジ式で経済的であるのに加えて発色がとても良くて、その他クリップを挟もうとするとペン先を収納できるので、非常にバランスの取れた製品だなと感じました。トンボの蛍光と全10色を紹介していきたいと思います。今まで様々な蛍光ペンを紹介してきたんですけども、意外や意外、こちらの蛍光とまだ紹介していなかったので、東急ハンズにて購入してきました。単品でそれぞれ色も売っているんですけども、なかなか10色入りというのが見つからなかったので、ようやく見つけることができました。ということで早速中身を見ていきたいと思います。それではペンの特徴を紹介していきたいと思います。潰れにくく、定規を汚しにくいポリマーコート芯を使用しているということですね。定規を汚さず線を引く場合には、ペン先の黒い部分を定規に当ててご使用くださいということで、定規とペンの使い方がこんな感じで書いてあります。その他ですね、この動画では紹介しないんですけども、補充インクのご案内ということで、全10色に対して万年筆のような吸い取り式でインクをチャージできる蛍光灯チャージャーっていうのが発売されているようですね。ホームページを確認したところ全色販売されておりますので、補充インクについては基本的な色にしか用意してないメーカーが多い中、蛍光灯に関しては全色用意してありますので、お好きな色がある方はおすすめですね。ということでペン先なんですけども、こんな形でペンの脇に黒い芯があるのがわかるかと思います。この黒い部分を定規に当てることによって、こんな感じで定規を汚さず線を引くことができます。続いて全10色の色のラインナップを紹介していきたいと思います。まず1つ目が桃色、紫、青、空色、黄緑色、有名な黄色、山吹色、だいだい色、赤、茶色となっております。ということでこちらの10色を使って色見本を作っていきたいと思います。それぞれですね、細字と太字を書いていきたいと思います。細字の方もこんな感じで黒い部分があります。はじめは桃色、続いて紫、青、空色、黄緑、黄色、山吹色、だいだい色、赤、茶色。はい、ということでこんな感じで書くことができました。こちらをスクショなどをしていただければと思います。それぞれアップで見ていきたいと思います。まずは桃色、続いて黄色、
今となって見てみますと、意外と蛍光ペンにしては淡い色の感じですね。こちらの中で好きなのは山吹色と赤ですね。特に蛍光ペンに関しては赤っていうのは少ないので、割と好きな感じですね。それぞれの発色についても特に色が薄すぎて見えないっていう色はなくてですね、それぞれが独立して色が見えやすくなっています。はい、ということでこの動画は以上になります。トンボの蛍光灯を紹介してみたんですけども、ペン1本あたりの価格が100円プラス消費税ということで、蛍光ペンの中ではかなり安価な部類に入ります。とは言いましても、品質についても昔からのロングセラー商品ということで、こんな感じでペン先についてもポリマー加工してありますので、使い勝手は抜群にいいですね。補充インクについても全ての全10色で用意されておりますので、気に入った色がある方っていうのはかなり長く使い続けることができる蛍光ペンですね。ペン先が強い上に定規も汚しにくいので、とても価格と性能のバランスが取れた蛍光ペンかと思います。黒曜のツートーンカラーマーカーのマークタスを紹介していきたいと思います。カラーラインナップがですね、全10色となっておりまして、各150円。目立たせカラーと控えめカラーについては5本のセットパックがあるんですが、目立たせカラーに目隠しグレーがついたものはセット販売されていないので注意してください。すべて違う色というわけではなくてですね、目立たせカラーと控えめカラーのうち、目立たせカラーとグレーがセットになったものがそれぞれ5色あります。製品の特徴がですね、同メーカーのビートルティップに少し似ていまして、ペン先がですね、こんな感じでツートーンカラーになっています。一つのカラーで引いた後ですね、一瞬で違う色に切り替えることができますので、時短にもなりますし、ペンケースの圧縮にもつながるかと思います。それでは製品の特徴を見ていきたいと思います。目立たせカラーと控えめカラーセットになったものはですね、同系色のインクを組み合わせてありますので、2色使ってもすっきりまとまったマーキングができますということですね。それでは個別に色のラインナップを見ていきます。まずピンクはですね、こんな感じの2色、イエロー、グリーン、ブルー、パープルとなっています。続いてグレーカラーなんですが、ピンクの目立たせカラーと目隠しグレー、イエローの目立たせカラーと目隠しグレー、グリーンの目立たせカラーと目隠しグレー、ブルーの目立たせカラーと目隠しグレー、パープルの目立たせカラーと目隠しグレー。それではノートを使って色見本を作っていきたいと思います。こんな感じの順番でやっていこうと思います。まずはピンク。イエロー、グリーン、ブルー、パープル。続いてグレーのついたピンク。イエロー、グリーン、ブルー、パープル。はい、ということでこんな感じの結果になりました。こちらをスクショなどをしていただければと思います。それぞれアップで見ていきたいと思います。まずは目立たせカラーと控えめカラーから、続いて目立たせカラーと目隠しグレー。個人的にはですね、イエローの控えめカラーについては少し緑っぽく感じました。続いて裏抜け裏写り等を見ていきたいと思います。裏抜け裏写りは全く問題ないです。続いて油性ボールペン、ゲルインキボールペン、水性ペン、油性ペンの蛍光ペンとの相性を見ていきます。はじめに油性ボールペン、ゲルインキボールペン、水性ペン、最後は油性ペン。それでは使用者が多いであろうイエローで見ていきます。油性ボールペン、ゲルインキボールペン、水性ペン、蛍光マーカーじゃなくて油性ペン。はい、それでは結果なんですけども、上からですね、油性ボールペン、ゲルインキボールペン、水性ペン、油性マーカーの順で上から蛍光ペンでなぞってみたんですが、続けてなぞってしまったので前のペンのインクが残ってるかとは思うんですが、こんな感じの結果になりました。水性ペンと油性ペンの相性悪くてですね、特に水性ペンとはかなり相性が悪いようです。はい、ということでこの動画は以上になります。黒曜から発売しましたマークタスをレビューしてみたんですが、非常にバランスが取れていてですね、時短で2色蛍光ペンを使うことができるので、非常にバランスの取れた製品かと思います。お値段が1本あたり150円プラス消費税となっておりますので、少し高めではあるんですが、2本あることを加味するとそれほど高くない金額かと思いました。カラーラインナップがですね、目立たせカラーと控えめカラーのセットと、目立たせカラーと目隠しグレーのセットがございますので、好みに合わせて選ばれるとよろしいかと思います。
個人的にはですね、目立たせカラーと目隠しグレーのイエローが好きです。それでは興味がある方はお近くの文房具店で探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。